皆さん、こんにちは。ジャパニーズウィズ i t h の n o ののです。今日は久しぶりに動画ビデオを撮っています。えー、これはですね、先日私のプレミアムメンバーシップ、ジャパニーズ・トゥギャザーの中のドロップイン・カンバセーションクラスでやった内容ですね。はい。えー、このドロップイン・カンバセーションクラスは、ビギナーとインターミディエートを順番に週替わりにやっています。 先日はビギナーでコンプリヘンシブルインプットトーキング talking about pictures というレッスンをしました。写真を見ながら日本語で話す、文を作るというエクササイズを生徒さんたちと一緒にしたんですね。まあ、とても面白いと思ったので、今回もう一度録画をしてみようと思っています。まあ、実際のレッスンでは 私と生徒さんと会話のやり取りをして写真を見ながら会話を作っているというレッスンでした。今日は写真を見て私が一人で話していきます。皆さんももし興味があればぜひジャパニーズ・トゥ・ギャザーに参加してみてください。毎週水曜日にドロップイン・カンバセーション・クラスをやっています。はい、それでは画面をシェアしていきますね。はい、見えますかそれではいきます。 はい、みなさん、これはどこでしょうかどこだと思いますかこの写真の中で何が見えますか何がありますかはい、これは公園ですね。公園です。公園、公園。はい、公園です。 皆さんの家の近くにこんなきれいな公園がありますかこの写真の中で人々は何をしていますかはい、寝ていますね。寝ている人がいます。 寝ている人がいます。もしかしたら天気がいいので、日光浴、ね。日光浴をしているかもしれません。気持ちが良さそうです。散歩している人もいます。散歩している人もいます。 こここれれれははは何でですすすかか見えますかこれ、はい自転車ですね、はい多分このカップルカップルは自転車で公園に来ました。そして今リラックスしています。ピクニックをしているかもしれません。自転車で公園に来ました。季節はいつだと思いますか この写真の中で季節はいつでしょうか春夏秋冬いつでしょうか春かもしれません。緑がきれいですね。うん春かな夏かもしれません。この人はショートパンツですね。T シャツです。暑いかもしれません。 夏かもしれませんはい皆さんは公園に行きますか公園で何をしますか次の写真絵を見ましょうはいここも公園です公園で12344家族4家族がいます それぞれの家族は何をしていますかそれぞれぞの家族は何をしていますか一番前にいる家族はピクニックをしています。ピクニック。カタカナで書きます。ピクニックをしていますね。そうそうそう。えそして、真ん中の家族。 これ何ですかこれ。多分ローラースケートかなローラースケートをしています、ね。楽しそうですね。一番後ろにいる家族、これ、そう、カイト、カイト、カイトをしています。たこあげ、たこあげをしています。 はいね、右側のこの家族は4人家族です。4人家族お父さん、お母さん、子供が2人、お姉さんかな、弟かな、はい、娘、息子、娘、息子、子供、あ子供じゃないですね、ペット、犬が1匹、犬が1匹います。 はい。公園でいろいろなアクティビティができます。次の写真。これが最後です。はい。皆さん、この写真について自由に文を作ってください。ぜひコメント欄に文を作ってください。宿題です。<laughs> はい。では話していきます。まず、ここはどこでしょうか 公公園かな公園かかなな、はい、カップルがいます。カップルがいますね恋人かな彼氏、彼女かな夫婦かもしれませんね。結婚をしている夫婦かもしれません。はい2人はラブラブです。 <laughs> はい手をつないでいますね手をつないでいますね見てください手をつないで歩いています仲がいいですねデートをしているかもしれません犬の散歩をしているところかもしれません、ね、犬と一緒に歩いています公園にいます 公園季節はいつですか季節はいつですか春、夏、秋、冬いつでしょうか夏じゃないですね。2人の服は暖かそうな服を着ています。女性はジャケットを着ています。ね、ですから夏じゃないです。 男性はセーターを着ています。女性はジャケット。男性は白いセーターを着ていますから、たぶん秋です。冬です。寒そうです、はい。木の色を見てください。木の葉の色。 葉っ,ぱ葉っぱの色。黄色ですね。はい黄色黄色になっています。紅葉です。紅葉。紅葉つまり秋かもしれません。いい季節ですね。はい秋の公園でカップルが犬と一緒に散歩をしています。デートをしています。歩いています。 手をいいでいます。女性の服について話しましょう。服。見た目。グレーのワンピースを着ていますね。短いです。靴はブーツです。ブーツを履いています。履いています。髪の毛は長いです。男性。 シャツシャツを着ています。セーターを着ています。ジーンズを履いています。男性の顔にはひげがありますね。ひげ,ひげ,が,ありますひげがあります。はい、それではこんなレッスンを毎週ですね。 私のジャパニーズトゥギャザーのコミュニティの中のウィークリードロップインカンバセーションクラスでやっています、えー。そしてこのね、コンプリヘンシブルインプット、トーキングアバウトピクチャーズというアイデアをいただいたのは、私が尊敬している YouTube チャンネル、コンプリヘンシブルジャパニーズのユキ先生のアイデアです。 はいゆき先生いつもお世話になっていますゆき先生の動画もぜひチェックしてみてくださいえ私の方では直接生徒さんと写真について話すというレッスンをしていますはいそれでは今日はここまでですありがとう